オルディーヌ、行くぜ。そこだ。
任せるがよい。チャージする。俺の番だな。もらったぜ。畳みかけるぞ。およ。崩れたな。続けてみろ。反逆の中心。俺の番だな。ここだ。ここだ。受けてみろ。反逆の中心。終わりだ。行くぞ。新規発動。俺の番だな。もらったぜ。チャンスだ。合わせてもらうぜ。任せろ。もらった。来てしまいましたか。はあ、トワ先輩、コーヒー殿下。七組の皆さん、よかった。お二人ともお怪我はないみたいですね。リンくん、みんなも無事だったんだね。それに、よう、久しぶりだな、とは。まあ、なんつうか、いろいろあって出戻ることになっちまってな。
く無事で。前に繋がったような感覚があったけど、夢かもとか思って。夢じゃありません。あの時はありがとうございました。事情は後ほど。そこにいる方々からお二人を解放してからですか。それはまた随分と大きく出たものだな。やっぱりお前が出張ってきてやがったか、ゼリーか。いや、今は赤のロスバイセと呼ぶべきか。元ジーク君だったか。確かに私の存在は再規定されている。いかなる恩情も通用しない。まあ、麗しき公女殿を連れてきたのは個人的にはグッジョブと言いたいが。恐れ入ります。ノリが似ているのはむしろやりづれえな。うん、私もさっきから話しかけていたんだけど。君は特に今宵の獲物、後で存分に語り合おうではないか。ってあんちゃん、本当は戻ってるんでしょ。しかし久しぶりだ、リーン君に七組の諸君。そしてよく来たな、マキアス。司法監察官の権限を逸脱した越権行為が過ぎるようだが。ああ、百も承知だ。だが司法監察官には緊急時の超法規捜査手順が存在する。プリシラ様に民間人のハーシェル先輩、二人がこの上官に軟禁されている時点で行政への強制監察案件にはなるんだ。カール・レーグニッツ、それがわからないあなたじゃないだろ。なのになぜ帝国政府の意向のままカイトでの二人の軟禁に手を貸している。僕が知っているあなたならば中央政府の意向に逆らう気概くらい。逆らったからこそ閣下はオルディスへと移動されたのです。まさかリーベルト少佐。私の立場から説明するのもおかしな話でしょうが、黄昏の日以来知事閣下は様々な形で戦争に反対されました。国家総動員法への反対に、帝都庁を挙げての反戦キャンペーン、皇帝陛下の暗殺未遂が共和国の陰謀というのは誤りであるという指摘。しかしそのどれもが実を結ばず、不自然なまでの失敗に終わりました。賛同者の突然の心変わり、もしくはありえない誤解と連絡不足、事故に巻き込まれての関係者の入院、情報局による工作などではなく、どれも全くの偶然によって。まさかそれまでもか。大いなる黄昏、最大の呪い、因果律制御とも言うべき強制力ですか。多分みんなも各地で様子がおかしくなっちゃった人を見てると思う。でもそういう分かりやすい変化以上に、何かが帝国の在り方を歪めている。特に軍や行政の現場において顕著みたい。そこまでか、父さん。本当なのか。肯定するつもりはない。私は私の政治信条で動いたまでだ。そしてそれが裏目に出たとしても、政治家としての私の力量不足、国家総動員法のもとに帝都の行政管理が中央政府に一時的に統合され、代わりにカイトの行政管理に回されたのも、全ては私自身の限界によるものだろう。知事閣下、見えない力でいつの間にかそこにはめ込まれてたってことか。
結果を受け止めるのも政治家であり、さらには行政担当者というものだ。そして今の私はカイトの暫定統括者、統括府たるこの上官の管理も任されている。二人を解放したくば強制観察および保護の名目で挑んできたまえ。ただしこちらも職務を全うさせてもらうが。父さん、あなたは最初からそのつもりってわけか。知事閣下の思惑と私の責務は異なりますが、もとより英士隊主導の軟禁ですが、見過ごすわけにはいきません。鉄道憲兵隊としてすでに手配された7組を捨ておくことも、何よりも呪いの依り代でもある鉄血の子供としての使命のためにも。やはり聖杯の時の、これこそはオズボーン閣下を通じて子供たちに与えられた力、大いなる黄昏とつながることで、その強制力を意図的に行使する能力です。そしてそれは戦闘において効果を発揮するだけではありません。知事閣下の失敗や鳥籠作戦などの時にその効果を最大限に発揮します。まさかクロスベルの鳥籠の時もその力が現れていたのか。支援課に陰、風の牽制、いずれも達人か、それに届く面々です。いかに部隊を率いていたとはいえ、私の指揮だけで一箇所に封じ込め続ける、そんなことが本当に可能だと思いますか。言われてみればおかしいとは思ったが、その時は半ば無自覚ですが、今は自覚的にそれを使うことが可能です。その意味でもあなた方がこの場を突破する可能性は皆無でしょう。それではこれより手配集団の確保を開始します。あなた方も強制観察とやらを存分に果たされるといいでしょう。万が一私の屍を乗り越えられたら、皇妃殿下とトワさんは見ていられないな。氷のごとき美しく揺るぎない意志、しかしその芯は悲しさであるようだ。ふとしたきっかけでもろく儚く砕け散ってしまわないか心配なほどに。ルスバイスさん、記憶のないあなたに何が。記憶がなかろうが、麗しき乙女の真実を見抜く目は変わるまい。私には我慢できないのだよ。美しき人の隠された泣き顔がね。私はクレア少佐。さすがはゼリカっつうか。クレア少佐、アーシュたちがレクター少佐と戦った時の話は聞きました。ミリアムを失った悲しみと、あなたたちの贖罪の決意を。後半でのあれか。せめてミリアムさんの犠牲に報いるためにって。あなたは先ほど自分の屍を乗り越えたらと言った。俺にはそれが己の命などどうなってもいいと言っているようにしか聞こえない。ロスバイセさん同様、見ちゃいられないですよそんなのは。ミリアムを理由にしないでください。あなたはあなた自身として戦うべきだ。いくら黄昏の力を使えようが、そんなあなたに負ける気はとてもしない。偽物の氷の乙女には。キュー君ってやつは。これだから教官はずるいというか。たらしすぎんだろ。らしくないクレア教官は私も見たくありません。
大した若者だ。分厚き氷にひびを入れるとは。ならば私も乙女たちを守るというシュバリエの役目を果たそう。カイト流の達人、相手にとって不足はない。わかりました。ミリアムちゃんのことは抜きです。ですが私が鉄血の子供であり鉄道憲兵隊員であることは変わりません。与えられた異能の力を持ってでも皆さんをこの場で制圧拘束します。ええ、望むところだ。天下たちもお下がりを。はい。リリン君、クロー君たちもどうか頑張って。容赦はしません。どうかお覚悟を。全力で語り合おうじゃないか。防衛せよプリンセス。そこ。アルデイドが死んじゃう。死んとどけ先行陣攻
まだまだこれからです。私の番ね。そこは。やるやる。
参ったね。ショック、ショック、しなくては。よし、やったわ。ま、こんなもんだろ。なかなかに熱い。さすがは氷にひびを入れた。やっぱりその仮面か。おい、ゼリカ、アンゼリカ・ログナー、しっかりしやがれ。アンゼリカ、違う、私は赤のロス。いいえ、それは仮初めの役割です。アンゼリカ先輩、自分を強く持ってください。そうすればきっと。Thank you.
頼みがあるんだ。とはもっと近くに寄ってくれないか。その可愛い顔は仮面越しじゃ堪能できなかったからね。ゼリカ、お前、記憶が戻ったんですね。懐かしくも甘い香り。今まで悪い夢を見ていたようだがもしかしてこれも夢なのかな。つうかこのパイセン、一気に元に戻りすぎだろ。元々の記憶や人格はそのままだったみたいですし、あの仮面で強制的に役割を与えていたに過ぎないんでしょう。俺の時とは事情が違うってか。ジョルジュの野郎、妙に爪が甘いっつうか。それが彼にわずかに残った隙なのかもしれませんね。いいえ、きっと私も。クレア少佐、まだ戦いますか。騎士も失った以上継続は難しいでしょう。残念ですが任務は失敗のようですね。リーベルト少佐、どうやら区切りはついたようだな。あなたは。お疲れ様です、将軍閣下。初めての者もいるようだ。第三機甲師団司令ジェクス・バンダールという。久方ぶりだな、シュバルツァー君。そして七組諸君。お久しぶりです、中将。いえ、将軍閣下。海上要塞に詰めていたあなたがどうしてここに。俺たちを捕まえる増援って雰囲気でもなさそうだな。うむ、あくまで連絡を受けて事態の収拾に来たまでだ。上官内の騒ぎに帝都憲兵もどよめき立っているようでな。お騒がせいたしました、すべて TMP、 いえ私の指示です。上官内の部隊は即時撤収。 A 支隊にも帰還指示を出します。僭越ながら事後処理はお任せしてもよろしいでしょうか。ああ、引き受けよう。クレア少佐、見逃してくれるみたいだな。共和国との戦争が迫っている現在、内紛の公表は触りがありますから、皆さんの手配も鉄道憲兵隊と情報局 A 支隊にのみとどめられている状況です。皆さんは今後そうした隙間をついていくしかないでしょう。それはわざわざ助言をくれるとは氷の乙女らしくねえじゃねえか。あくまで警告です。次にまみえる時は容赦しません。レグニッツ閣下、ご迷惑をおかけしました。それとコーヒー殿下、トアさんもご無礼、深くお詫び申し上げます。アンゼリカさん、記憶を取り戻されて何よりです。それとリーンさん、無事解放されて。いえ、クレア少佐、やはり見てられないね。ええ、あのままでは自分自身に押しつぶされてしまうでしょう。はい、何か道はあるはずだ。いや、絶対に見つけてみせる。
ええ、申し訳ありません。せっかくここまで来ていただいたのに。ですが、公妃が行方不明となれば国民を無用に混乱させてしまうだけ、皆さんの活動の妨げにもなりかねないでしょう。それこそ先方に迷惑をおかけするだけでしょう。今はアルフィンの行方もわからない状況ですし、遠い地で戦い続けている陛下のことも気がかりですから。そんな顔をなさらないで。あなたの事情はクレア少佐から聞きました。あれは帝国の呪いの結果であり、あなた自身の意志ではなかったのだと。それを考えれば、責任の一端は皇帝家にもあるのかもしれません。オリバルト殿下のことがその報いだとは思いたくありませんが、その上、それを企てた宰相殿のそばにあの子がいるなんて。オリバルト殿下のことは私も残念でなりません。せめて陛下の状況については迅速にお伝えできるよう計らいます。ありがとうございます。七組の皆さん、女神の加護、アルフィンやエリゼさんのこと、どうかお願いいたします。